平成26年度自衛隊音楽祭り第2章 To Asia Part 2 To Asia。 日本から始まった絆の響きはアジアへとステージを移します。アジア太平洋地域においては防衛協力交流はもちろん、人道支援、災害救援、能力構築支援など、その活動は多岐にわたり国際安全保障環境の安定化に努めています。交流は自衛隊海峡のみならず、次世代を担う学生の場においても盛んに行われています。防衛大学校は昭和33年大邦国の留学生受け入れを始まりとし、今日に至るまで12カ国400名を超える留学生を受け入れてまいりました。現在も9カ国112名の留学生が日本人学生と同じ教育訓練を受け、寝食を共にし、アジア地域を中心とした国際交流を図っています。これから演技する防衛大学校儀仗隊においても、過去留学生が一人の隊員としてこのステージに立ったこともあります。日本からアジアへ、防衛大学校儀仗隊によるファンシードリルです。Thank you.
指揮は東栄大学校第4学年大浦大輝、ドラムメジャー同第4学年大熊仁志でした。続いての登場はアジアの仲間、大切なパートナーであるゲストバンド、フィリピン海兵隊軍楽隊。冒頭でも申し上げました通り、この音楽祭りへは初めてご参加いただきます。演奏曲はフィリピンでも一大ブームを巻き起こした映画ルローニケンシンのテーマ曲など、日本とフィリピン友好の音色を奏でます。
選抜戦によりますと、指揮は MLM ラビオ伊藤部長、ドラムメーカーアレクサンダー・エム・マオラハン伊藤部長でした。登場するのは陸海空三自衛隊音楽隊から航空自衛隊航空中央音楽隊エリクソン・ディフェンス・フォース・セントラル・バンド、アジアに風立つ日本の音色、そして防衛省自衛隊航空自衛隊創設60周年を記念して作曲された風薫る青空、2つの記念曲にてこの大空へ力強く羽ばたきます。
続いて登場するのは海上自衛隊東京音楽隊メリタイムセルフディフェンスフォースバンド東京。アジアを縦断するその道はやがて海へとつながり、世界をつなぐ歴史的な交易を生み出しました。海上自衛官たるべく凛とした響きはシルクロードからスタートします。
とうでした。第2章ジムアジア、最後に登場するのは陸上自衛隊中央音楽隊。Grounds of Defense Force Central Band。強く羽ばたく空の響き、優しき調べ海の響き、特別儀仗を任務とする第302保安警務中隊との合同演奏による熱き大地の響きをもって、アジアへ広がる絆の架け橋を作り出します。
正面打ち3投でした。トランペッター、マータリー・エイチ、2投力投でした。